内海利勝、ラブ&ピース、同じ空の下から。This program was brought to you by 横浜野毛あぐら亭、登る靴店スーパー G、 ナチュラルフーズショップ新鮮、株式会社 EM 生活、 PCI ジャパン。海を渡る鳥たちも日の手を待ちわびて、輝きの中に溶けて時を越えてゆく。セポヘトスジ30年、横浜の野毛あぐら亭、スーパーオイル配合、スーパーレ肌油ゲーム、スーパーレ髪油ゲーム、スーパーヒット筋30年、横浜の野毛あぐら亭。あれ、oh, wow.横浜の野毛あぐら亭 .com で検索してください。本物の食をあなたに、ナチュラルフーズショップ新鮮、自然農法 EM 蘇生栽培農産物、各種無添加食品、 EM 関連商品をはじめ、環境生活雑貨を取り揃えています。暮らしと地球を整える微生物の力、人と地球と微生物のいい関係、 EM 生活。PCI ジャパンではエグゾティックギターズ、エグゾティックエフェクツ、 EWS ジャパン、ローヴィンテージなどを取り扱っております。赤坂に一棟スペースを設け、ギター、ベースの修理、調整なども行っております。どうぞお気軽にお越しください。はい、こんにちは。はい、どうも。ね、一週間のご無沙汰。はい。今日も雨。雨。雨、ずっと雨だね。ね、そういえばこの間ね、荻窪ロックフェス。ね、あなた。ねありがとうございます。ああ、いえいえ、ね。でもよかったですね。ちゃんと開催できて、ね。そうだよね、うん。無理やりって感じだったけどね。いや、だって台風も本当にすぐそこに。直撃状態の時ですよ。そうですよ。ただ風がね、まあ、うん、向かってこなかったから。そうですね。いくらが良かったけど、まあ、うん、ね、よくお客さんも、ね。あの日の夜からすごくなりましたもんね。そうなのよ。うん、夜中、12時頃か、うん。すごかったもん、風。ですよね、うん、怖かった、うん、ねえ、まあ、でも本当に見に来てくださって、ね、ありがとうございます。本当にどうもありがとうございました、ね、なんか異様な盛り上がりでしたね。異様な盛り上がりもうなんかいや半分やり投げな感じ投げもう、うん、吹っ切れたというか開き直った感じでしたよね。いやでもあそこまで足をね、あの天候の中足を運んでくださる皆様方、うん、そうそう、やっぱりすごいファンの方たちですよ。多分ね、でもね、ちゃんと集まってくれたもんね。うん、ありがたい話です。ね、本当、まあ、素晴らしい、ね、じゃあ太陽に憧れてってわけじゃございませんが最近ね、うん、また気に入った曲が出てきちゃったっていうかね、ええ、これもまあ随分古いって言えば古い曲です、うん、まあでもあのトラフィックっていうね、はい、バンドのまあ一種デビューシングルって一番最初にヒットしたのかな、うん、ええ、うん、そんな感じです。じゃあ、うん、太陽に込めてペーパーさん、はい、うん、あ、こんな感じでしたっけ。ちょっと顔ばっかり、ね、ちょっと下げていいですか。うん、あ、この入ってましたっけ、この爽やかっぽいようなの。あ、これあの、うん、この間私入ったじゃないですか、借りて。いろいろ入ってるよ、うん、あ、いい、これ呼吸いいんだよ、うん、ちょ、うん、ピーパーさん
よいしょ。これも1960年代ですよね。そうだね、60くらい、69年ぐらいじゃないかな。69年、幸せだと思うんだけど。今日も60年代満載。そうね、割と中心だね。だってこのね、ゲートマスブラもそうだし、スプーキーもそうだし、うん、キャンドルヒートもそうだし、うん、全部そうだね。今日も60年代シリーズになっちゃった。先週も1960年代、いいか、しばらくこれだよみたいな。ね、いいですね。でもこの、あ、そう、これもまあ、ゲートマスだけはちょっと新しいメリット、あ、このアルバムは、うん、これ新しい方のアルバムでしたね。うん、確かそうだったんだよ、うん、このアルバムだから。それ渡してきちゃった。これじゃねえか。あ、これじゃねえや。もう一つもいいじゃん。スプーキーって誰なんだ。よくできた曲だよ、これ。構成がいいっていうか、ね、あ、そうなんですか、うん、すごい。そう、そういう風に聞いてみた。ドラマチックなんだよ、これ。へー、あー、なるほどね。うん、これなんか今聞いてもすごい新鮮ですね。新鮮だよね、うん、はい。はい、ね、うん、なかなかあのね、これ、うん、よく俺ね、あの何回も聞いてたんですよ、うん、多分聞いてたんだけど、ええ、改めて聞き直すと、あ、色か、こんなこと、あ、こういう構成の仕方とかね、結構 ね勉強しちゃった、勉強になっちゃったっていうか、そうですか、すごいなと思っちゃって、うん、でまたあの新たにね、かけさせてもらいました。ねえ、うん、まあ、たまにこういうこともあるんです。だから、うん、古いから、うん、あの古いなんて、古いから古いって当たり前だけど、ええ、あのね、良くないとか、そういうことはなくてね、うん、古くてもいいものはやっぱりいいんですね。ということで、もう一曲、はい、うん、これも皆さん多分ご存知、うん、ほとんどの方は、まあ、でもな、若い方、10代とか、20代は知らないかな、まあ、でもどっかで耳にしたことがあるかもしれないけどね、うんうん、これもね、久しぶりにこうちょっと60年代の、はい、プレミアムベストっていう、うん、タワレコードで見つけちゃってやつだったその中にちゃんと、まあ、あのトラックダウンというか、あの、マスタリングもちゃんとしてますね、うん、だからステレオっていうか疑似ステレオみたいに、うん、こうどっちかから左から何かが聞こえて右から何か聞こえてくるっていうのもあるんですよ。でもうまいことをこう、ね、バランス取ってる感じで、まあ、うん、ステレオになるなるかならないかぐらいな時代でしょうね、あ、え、その時の大ヒット曲ですね、まあ、フォーシーズンズっていうね、はい、まあ、有名なバンドなんですけども、うん、まあ、知ってるかな、知ってるでしょう、はい、シェリー、はい、うん、あ、こういう入りでしたっけ。そうです、あー、これねでもこれも、ね、歌いいんだよね、うん、フランキーバリーって結構有名な、あ、結構あれでしょうね、うん、あのロックンロール好きっていう人はみんなこういう曲する、ね、かもね、えー、でもね、これよくおこいいアレンジもいいんだよ、うん、なんていうか、これギターの音もいいしね、なんていうか、うん、いいですね、この時代は本当、うん、いい時代でしたよね。わかんない、ね、まだ子供だったけど、子供だし、うん、でもみんなが活気があったっていうかな、うん、いい時代だったのかもしれないね、うん、頑張れば頑張るだけ良くなるっていう、うん、本来高度成長期、そう、多分アメリカもそういう時代だもん、うん、ちょうど日本がそういう時とかあるよ、そうですよね、
だから夢とかロマンがさ、うん、あの当たり前のように語れる時代だったんだよね、うん、もう今はちょっと違いちゃう、うん、潜水族いうかわからないしみたいな、うん、怖さもあるけど、だって車だってもう大きい車で ね、 そうね、車出てる ね、 ね、うんうん、でもこの時代が郊外作ってたんですよね。そうだね誰だけど、まあね、うん、でもなんかこう派手でね、うん、ジャラジャラしてたり、そうそうそう、うん、またなんかバブルとは違うなんかこう、なんだろう、うん、みんながこうウキウキしてたみたいな、あのみんなロマンチックな気持ちの、うん、なってた時だろうね、うん、ね、はい、懐かしいよねこれだから多分初めて聞いたらえって思うよね多分、うん、でもやっぱ聞いたことあるでしょう ね、 ね、どっから聞いてるかも、うん、はいね、うん、これを夏メロと取るかどうかはあなた次第っていうことですけど、ね、うんうん、でもやっぱりあのなんて情景が浮かんじゃうんですよね、もうやっぱりその当時あそんな感じで聞いてたかなとか、うん、どんな気持ちだったのかなっていうのをね、うん、ふっとこう振り返るというかね、思い出すような雰囲気、うん、これの時は内海さんは、うん、俺まだ、うん、小学生だった、小学生かわいい小学生高学年ぐらいじゃないですかね、その頃、そうですか、だから、うん、ね、まだ物心つくかついてるな、ついてますよ、ついて、うん、物心はついてますけどね、うんうん、まああの、まあ、大人が疑い出した頃ですかね、だからやっぱりあの、こういう音楽とか、うん、あのまあ、あね、これから書けるのもそうなんだけど、ね、古いなんていうのその当時のアメリカとかヨーロッパの音楽にやっぱ俺たちは憧れてたんだよね、うん、なんかこうあやっぱり違うんだな、こうなんていうかね、こう憧れちゃうのよ、うん、あのいい生活してるっていうのももちろんあるし、で感覚もすごく精神性が豊かっていうかさ、うんうん、あの優しいじゃない、だからそういうのにやっぱり憧れたんだろうね、うんうん、だまあ憧れて、あの裏切られた気もしない時もないこともないけどもね、よくわかんない、説明は難しいところですよね、じゃあこれもう一曲ね、もう一曲、うん、これはね、うん、マリア・マルダっていう、はい、あの今でも活躍されてる人で、うん、その人がねこういう歌を歌ってたっていうの私もまあ、初めて知ったと言ってもいいかもしれないですけどね、じゃあ、ジェフ&マリア・マルダでブラジル、サラちゃんがマリア・マルダーが好きって言ってますね。あ、これね。はいはいはい。ね、60年代。ね。あ、いいですね。うん、これブラジルって曲だったんですか。へえ、知らなかった。意外とそうなんだよね。俺もタイトルブラジルだっけなんだ。へえ。うん。足りますかね今日は曲ね。足りるでしょ。まだ。まだ大丈夫。うん。うん、スプーキーの短い。でもやっぱり60年代が短いからさ、みんな短いですもんね、うん、短いと焦っちゃうんですよね、長いのはだから次にかける、うん、ゲート回すぐらいじゃない、あ、ほんと、あー、そっか、うん、あ、これ歌なし、歌なしみたいだな、みたいだ、あ、入った、入った、うん、ラスカルズ、ラスカルズ、ラスカルズ、うん、こうやりたくなっちゃう、うん、わ、いいですね、うん、
メール行きます？あ、メール行きましょう。こういうのがいっぱい入ってるんですね。それはググッと来ちゃうかもしれない。ね、こう、あ、こんなのもあったなって思い出すね。ね、すみません。これは全部あの、なんだっけ。いやだから、多分いろんなレコード会社が一緒になってると思うんだけどね。今もうほとんどユニバーサルとかが統一しちゃってるから。はい。H&M だね、H、なんだっけ、H ん？レコード屋さん。あ、タワレコード。あ、タワレコード。はい、いいですね。うん、ね、なんか情緒あるね、うん、いいですね。あの別に音質がいい悪いはもう度外視してもね、うん、やっぱり素晴らしいね、うん、この雰囲気っていうのかな、存在感というか、うん、ね、声もいいし ね、 ね、あれアレンジも、あとこれがブラジルって曲でしたか、ね、私も初めて知りました、ブラジル曲名、ね、知ってたけどこの曲は、曲はね知ってたけど、たまさかブラジルというタイトルだとは思いませんでした、すごいですね、いい選曲してますね、いろんなことがわかります。はい、じゃあメールいきますか。はい、うん、じゃあキタロちゃんこんにちは。宇宙ミサイミーさんこんにちは、キタロです。もう本当に雨ばっかりで嫌になりますよね、本当ですよね、ずっと雨だもんね。だって昨日おとといちょっと晴れた、晴れ間を見たって感じでね、ちょこっとね、うん、まあいいや。まあいいや。しょうがないもん ね、 ね、本当台風なんか来るもんだからね、来たら困るね。そうね、おネギがみんな倒れちゃった。そうか、だから昨日は一本一本起こしてあげたのよ。涙ぐましいところですよ ね、 ね、だってすぐ曲がっちゃいますからね、もう大変大変。曲がったら商品にならないのかな、やっぱりダメなのかな。ああどうなんでしょう、ね、そうですね、訳あり商品で安くるしかない、ね、そこからダメになっちゃうんでしょうね、うんうん、なるほどね。まあそりゃそうと、先週に引き続き雨の中、うん、また映画を2本続けて見に行ってしまいました。本当、ね、映画ついてます ね、うんうん、ね、一つはアウトレイジ、そしてもう一つはバリーシール。あー、バリーシールね、アウトレイジは北野武史でしょ、うん、バリーシールはトムクルーズ、うん、確かに。だけど残念ながらどちらもつまんなかったな。そ、ね、ってそんなこと言っちゃっていいんですか。あ、失敗失敗失敗なんて言わないでくださいよ。いやいやいや、ね、見る人によってきっと感覚は違うと思う、まあ、ね、うん、アウトレイジだって北野巨匠でしょ、うん、でもちょっと怖、残酷そうですけど、まあ、薬剤映画だよね、うん、ね、まあ、よくはいいね、まあ、仁義なき戦いじゃないけど、うん、なんかちょっと、ね、怖い、ちょっとリアリティのリアリティというか ね、 うね、生々しいですね。そう、痛い痛しそうでね、うんうん、ね、まあ今週良かったのはやっぱり、うん、あ、ボクシングね、これはすごかったね、だったかな、村田選手リアルタイムで見れなかったんで、ね、あ、でもあの後で映像で見るとやっぱり圧倒してるね、うん、ね、うん、本当に強かったんですね、パンチ力すごいと思うね、うん、これは本当に迫力ありました、うんうんうん、あ、感動感動、うん、まあそんな1週間でした。ではでは、あ、そういうことですか、ね、でもね、かっこいいですね。あ、そうね。泣いてないよ。泣いてましたね、泣いてないですよ、ちくろさん、ね、ですね、はい、ちくろさんこんにちは、マイガールお願いします。あ、いいですね、コーヒーね、コーヒーコーヒーってなってるからね。あれでもちょっと俺なんかショックだったな、うん、最初パッと聞いた時、うん、この曲もこういう風にしちゃうのみたいな。ああそうです、あ、私見てないや、あ、見てない、テレビでたまに流れてますよ、うん、イタリアンコ、あんまり余計なこと言わない。でもマイガールって、ね、あのマイガール、うん、マイガール、うん、曲をそのままね、替え歌にして、あのコマーシャルに使ってるってことですよね。あ、ほんと、へ、はい、先週は男が女を愛する時、ありがとうございました、ね、うん、オンタイムでは拝聴できなかったですが、うん、嬉しかった、ね、よかった、ニコとも交換して、あ、先週アイコスか、うん、アイコスストアに行ったことをお話ししました、うん、してましたね、うんうん、ニコとも交換してくれたんです、か、うん、しかも新しい機種、へ、うん、さらにただ本当、うん、ありたがや、ありがたやか、ありたがやだって。
フリップモリスさんに大感激、うん、フリップモリスなんかミュージシャンみたいな名前そうですね登山家ブースカさんがゲストだったのですね、あ、先週ね、うん、そうです、うん、相変わらず楽しかったです、ね、今はまた雨でしょんぼんとしてます本当ですね、うんうん、どうしましょう、もう一個読んじゃいます、マドクさん、うん、こんにちは、うん、リクエストはルイジアンナ、うんうん、ブルースバージョンの、うんうん、宇宙美さんのブルースバージョンのね、うんうん、宇宙美さん、エミさん、のぼるさん、そしてスタッフの皆さん、うん、こんにちは、マードックですね、うん、あとはね、来てくれてたみたいな、あ、ね、お会いしましたよ私、うんうん、22日の荻窪ロックフェスティバル、私もオープニングからラストまでしっかり見てきまして、ね、ありがとうございます、なんかあの T シャツもね、うん、ね、早速購入してくださって、チャリティー T シャツを、うん、着てくださってました、ありがとうございます、ね、当日は悪天候の中お二人とも本当にお疲れ様でございました、ね、本当に、うん、あ、まさかやるとは私も思ってなかったけど、雨天結婚は雨天結婚だったらしいんですよ最初から、あ、ええ、ただあまりにひどかったからどうしよう、うん、みたいな話はあったと思うんだけど、でもまあ2回目だからさ、うん、やめられないだろうね、あ、2回目3回目ね、あのステージを設営してる方々ね、PA のセットってかなり、ゲストに来てやっちゃうなんか思う、朝早くからさ、うん、お掃除したり大変だったんだからでしょう ね、えらいよ、ね、風邪ひかなかったんですか、うん、大丈夫かな、ね、うちあの、まあ、風邪ひかれてますよバカですから、ね、ちょっと怒られちゃうけど、ね、まあ、俺風邪ひいちゃったんだよ、あ、え、あ、だって当日なんか風邪ひいたって言ってましたよね、そうそう、その前々の仕事を、うん、あのオフナを私、ええ、お休みしちゃったんです、あ、そうだったんですか、も、ね、熱も出ちゃって、あら、うん、もう気持ち悪くてさ、ええ、正気も止まんないから、ええ、で仕方ない、この間そのあの当日は大丈夫だったんですか、当日はだからあのちょっとなんか体調不良って言ってたけど、体調不良、うん、当日は大丈夫でしたよ、うんうん、その後はその後はだから次は宇都宮だったんですけど、ええ、それはまあジェームス藤木っていうあのクルーズのギター、うん、2人だったんで、あの休まなきゃいけないんでね、うん、行きましたけど、まあそれでグラが良くなったのよ、もうその前の日がピークで、うん、ボロボロだったから、ね、そしたらあの網ためのタメちゃんがちょうど大船に遊びに来てたらしくて、はい、ギターも、だからもうちょうどよかった、あ、よかったですねちょうどよかったって俺が言いすぎるじゃないあ、そっか、ね、はい、うん、ね、あの日は雨が全然止まなかったですね、はい、まあでも台風来てた割には強風による被害とかはなくて、そうそう、ね、プログラム中断とかもなしで、その点は良かったです、うん、本当ですね、良かったです、待ちに待ったバカバカの出演前に買ったばかりの新品のビデオカメラがなぜか突然不調になったり、あれ私は慌てて調整しながら出番を待っていました、ふと顔を上げステージの上に目を向けると、いつの間にかすでにメンバーさん全員揃っていて機材セッティングをやっていました、うんうんうん、よく見たらコート姿の宇宙美さんを確認、すかさずビデオの液晶画面で録音、録音一曲目の、ね、バンドマンが始まった、長身でコート姿がバッチリ決まっている宇宙美さんは、ね、トレンチコートマフィラじゃないですけどまるでショットガンの代わりにテレキャスで音符の弾丸を笑顔でお客さんにぶっ放し始めたように、そうやって見てくれるんですか、ありがたい ね、私にはその時そう見えました、かっこいい、ありがたい ね、まさかね、いいですね、うん、はあ、はね、マシンガンのように。あなたもそこにいたじゃないですか。だって私はほら、横の袖というか、あっち側で見てたから、まあ、うん、お客様の顔ばっかり見てましたけどね。うん、あ、素敵な、ちょっと面白い表現ですね。ね、なんかでもあの、レインコートみんな傘さしてるから、顔は見えないね、あんまりよくね。そうですね。うん、まあでも、前の方だけでも結構いてくれたもんね。そうですね。あの雨の中を。ね。あれは感動。もうずっと踊ってくださってた方もいましたし、ね。さすがにあのホームで、うん、あの騒いでる連中は今回はいませんでした。そうですね。ねえ、来年は本当に晴れるといいですよね。うん、そうですね。ね。で、ラスト曲のルイジアンナも良かった。あのボーカルのお嬢さんは、うんうんうん、ブルースバージョンとキャロルオリジナルの方とおそらく両方聞き込んで、うんうん、気合入ってたよね。してきたんじゃないかと私は素人ですけど、うん、そんな風に感じました、うんうんうん、いやよく見てますね、あとであの 楽しめましたかって言ったら、うん、はいって言ってたから良かったですね、それだってね、超プロで後ろがこうやって弾いてくれれば素晴らしいですよ ね、来年ぜひあの皆さんも応募してみてください、ね、運悪く悪天候と選挙の当日に重なったことで、うん、前回ほどお客様集まらなかったかもしれないのですが、うんうんうん、また来年も楽しみにしております、うん、ではこの辺で、ね、来年もよろしくお願いします、はい、まあ、ありがとうございました、はい、どうも、うん。
ではここでね、うん、ここで60年代ずっとこう、はい、先週からですかね、うん、なんかそんな雰囲気が漂ってるんだ。漂ってますね。まあこれもまあ60、70年、80年ぐらいかな、うんうん、まあちょっと師匠にあの座布団戻そうかと思いまして座布団ってないんだ。座布団ですか。嬉しいね。ね、私の師匠格って言うの変ですけど、はい、ね、大好きな人ですね、うん、クラレンス・ケイト・マース・ブラムの、ね、はい、聞いてください。 Guitar in my hand、うん、なんかいいですね、宇宙さんなんかここから構成みたいの出たり、長いコードで、うん、あのギター持つとさ、うん、なんとなくこうシルエット的には、うん、面白いね、綺麗、かっこよく見えるね、かっこいい、かっこよく見えるんだよ。でも背高いから余計ね、それもあるかも、うん、すごいな。ここから光線が出たらよくあるじゃないですか、ね、なんかね、そういう今仕掛けしてるのいるからね、うん、まあ、昔はこうぐるぐる回すやつもいたからね、うん、ここでここを中心に回るのよ。え、なんかつくっつけてる、だからここにこう多分シールドつないでんじゃないかと。ああ、それうまいじゃなきゃこんがらかっちゃうの。こんがらない。おおい。面白い。あとあれ、ルスカちゃんとリトルレディさん、うん、すごいですね。あんまり写真も撮れなかったんですよ。なんかあれじゃちょっと撮れないよね。 iPhone がすぐびしょびしょになっちゃって、うん、だから彼も言ってたけど、買ったばっかりのあれがもうダメなってる可能性もないってことね。そうですよね。まあ新しいから乾けば大丈夫だと思うけど、うん、でもなんかきっとビニールかなんかかぶせてた、うん、あれ楽器がやばい、アンプなんかもうアウト、ね、どうでした。いや鳴ってたけど、あれ後からだから、もう返してからどうなってるかわかんないな、うん、だからもう全部かけちゃってたからね、うん、ちょっと潮風とかじゃないからまだ大丈夫。外出て弾いてましたよ。あのなんか雨の中ザーザー大丈夫なの。感電とかしないんですか。一応それは考えてたみたいね。うん、まあ今技術が発達してるから、うん、そういう部分はちゃんと抑えてる。昔はね、うん、かなりアバウトなことがあった。あ、だからそれで死んだ人何人もいるもん、ね、うん、でしょうね、感電して。だいたいギターもでマイクに近づいた時にバーンってくるのよ、うん、まあ、要するに位相が違うっていうか、なんかあれが変わっちゃうと、うん、それで通っちゃう時があるから、うん、そうするとあの PA なんかに使ってる、うん、あの電圧ってさ何千ワットだったから、うん、それバーンってきちゃったらやっぱり死んじゃうのよ。うん、怖い。即死。あ、即死ですか。即死だから心臓止まっちゃうのよ。あ、本当に。あれ、キャロルの解散コンサートの時に燃えたのは雨で、あれは、あ、雨じゃ燃えないでしょ。雨じゃなかった。あれ、火つけなきゃ燃えないから。あ、それに雨は、あの俺たちが出る直前に止んだね。あ、止んだんですか。だからよかった。うーん、そうか、火つけられちゃった。でも大変、みんな大変ですよね、あの、何野外ライブとかフジロックとかいうのでもね、うん、雨なんかやったりとかするじゃないですか。そうそうそう。だから、まあ、ああいうところはもうすでにそういう場合も想定してるからね、うん、昔はだから想定しててもそういう事故が起きたんだろうね、うん、だからまだやっぱり分かってない部分があったね、うん、今はそういう PA 会社が確立されてるからさ、うん、ちゃんとそういう対策は取ってるんだろうね、うん、だから、うん、そうだ、俺やっぱりギターもそういうの考えてるからね。あ、この間だって言ってましたもんね、瀬川さんもね、昔はそういうのね、そう命がけ、危ない、命がけだった。ちょこっとじゃなくてガッてやらないとダメなんだとか言ってます。それ一緒だから、こうやって使うの。そうなんで潔いか潔悪いかどっちかの話だよ。どっちでも一緒だよ、感電するのは。怖い、どっちにしろ怖い。瀬川さん、気合で行くタイプだから、ね、気合タイプ、かっこいい。だから見れなかったんだよね。あ、でもなんかすごい
なんだろう、なんかこうのんびりゆったりしてて、うん、いい感じです。またちょっと違う感じで、ね、サザンロックっていうかさ、ああ、そう、ね、そんな感じですね。南部系っていうか、うん、そう、まったりゆったりしていいですねったら、そうでしょーんって言ってた。はい、はい、いいですね。ね、うん、渋いね。渋い。さすが。ゲートマウス様。ゲートマウス様。座布団。座布団。預けただけのことありました。ああね、いいですね。本当素敵。ね、まあ、うん、あのね、軽快な中にもね、いろんなことが入ってるって感じでね。うん、いろんなことが。だからこの人は俺をブルースマンと呼ぶなってね、うん、本人が言ったってなんとなくわかる気もしますね、うん。ブルースなんだけどね、これやってるのは。私もブルースだと思うんですけど、だからあの。ジャンルにはこだわらないってことでしょうかね、うん、はい、はい、それでは次はあれだね、うん、えみちゃんのおすすめ、あ、ね、ほらこの間ちくろさんからスプーキーが聞きたいって言うんでね、スプーキー持ってきますよって言ったんですけど、スプーキーって何、うん、でしたっけ、カスケード、うん、カスケード、うん、ラスカルズ、そう、ラスカルズ、ラスカルズ、うん、グルービンうん、とかあれはヤングラスカルズって言うんですけど、まあラスカルズの元だよね、うん、それのアライグマ、アライグマたち、の、 あの曲だったんですよね、それをこうダスティングスプリングフィールドがカバーしたってことですか、うん、でしょうね、なんか前車の宣伝でどこかな、なんかあのやってましたよね、おうおう、うん、あ、ラスカルズがカバーしたんだ、あ、ラスカルズがカバーし た、あ、だ原曲ですよ、あ、そうなんですね、ダスティングスプリングフィールド、うん、ね、いいですね、いいですね、うん、うん、じゃあちょっといっちゃいましょうかね、行きましょう、はい、スプーキー、うん、なんか大人っぽい感じでね。あ、ラスケルズじゃない、ラスカルズがカバーしたんだ、あ、今日はロリトの顔がよく見えるな、見えないでしょ、これだ、多分目の錯覚の問題かな、まだメガネ取ろう、うん、すいません、なんかちょっとハスキーっぽくていいですね、いいよね、うん、ラスカルズをカバーしたシングルのカップリング曲で書いてません、あ、リコフラあ、これ、ラスカルズをカバーしたシングル How Can I Be のカップリングで出したってこと、うん、でもこれを、でもスプーキー自体は、うん、違う、この人の曲じゃない、あ、そう書いてる、だと思うよ、うん、お、あ、俺か、びっくりした、あ、スプーキーだ、スプーキーかっこいいです、いいね、うん、この後あれメール読みます、うん、残ったの読みましょう、残ってる、うん、ムーンリバー、ムーンリバー、ダニーあれダニーウィリアムスか、うーん、あ、うーん、いい声してんだ、まあ、ちょっと、はい、はい、あ、はい、あ、じゃあちょうどいい、うん、ありがとうございます、スプーキー、スプーキー、
当いいな。はい、はい、いいですね。ね、ダスティングスプリング、声いいですね。ね、ハスキーボイスで、うん、ね、ね、セクシーですね、うん。お姉さんって感じですね。67年ですよ。67大ヒット。うん。うん、うん、でもこれなんかちょっとブルースチックってブルースチックな感じがあるから、やっぱり好きなんですねみんなね。うん、ね、これイギリスかな、イギリスの人かな、あ、どこの人だろう、アメリカじゃなかったですか、違ったの、うん、まあ調べましょうそのうち、ね、うん、ね、スプーキーでしたね、スプーキーでしたね、はい、いいですね、うん、じゃあもう続けていっちゃおうかな、あ、メールじゃなくて、あ、メール行きましょう、読んでないな、あと2個ね、はい、じゃあリトルレディー13歳のママさん、こんにちは、うちみさゆみさん、こんにちは、うん、今朝も雨ですね、そうね、雨といえばごめんなさい、この間の荻窪のイベント行くと言いつつ娘も私も風邪ひきのため行けませんでした。さらにあの台風の大雨、うん、習い事の新体操の大会ももうすぐと、当日ギリギリまで迷って迷ってやめてしまいました、うんうん、いや、あ、いいですよ、風邪ひくと大変だから、まあ、そうだね、しょうがない、ね、うん、やめた方がいい、だって濡れない場所を探せないぐらい、うん、無理無理無理大変だったもんね、どこにいても濡れます、どこにいてもね、うん、そう、本当にかなりの雨と強風だったかと思うのですが、うんうんうん、体調はどうですか、当日の様子をたっぷり聞かせてください、うんうん、たっぷりというか、もうさっきから、まあ、さっきからずっとあの雨でしたけども ね、うん、ね、まあ、でも、うん、お客さん来てくれてたからね、ね、それなりには、うん、大丈夫です、そう、 ありがとうございます、雨の中、うん、ね、ちょっと缶ビール飲みながらとか、うん、ね、うん、あの方もいて寒そうだな、でもまあ踊ってればね、うんうん、そうなんですよ ね、 ね、素晴らしい天候でした、まあ、でごめんなさいね、うん、雨は謝ってもしょうがないですけどね、 ね、うん、まあね、うん、はい、じゃあブスカ、ブスカちゃん、ね、こんにちは、デイトリポリクエスト、うん、あ、これだね、うん、あれオーチレーティングかけたのかな、かけてないかな、うん、まあいいや、うん、ね、電光補充が続いてますねと、はい、ね、さてバカバッカも出演した先週の荻窪のフリーライブはなんと結婚したのですね、そうですよ、と、そう、打点結婚って言ったでしょ、うん、大雨でもやりますよ、金曜夜から、うん、愛好軍のキャンプ場で飲んでくれていたオイラ、うん、土曜夜も雨足が強く、きっと明日も雨だろうなと、うん、ビャールからワインを飲んでビャーボン、うわ、うん、それもなくなってしまったので焼酎のお茶ありへと、当然日曜日は二日酔いの上に風邪をひいてしまい、そうでしょう、キャンプ場でそんな雨の中パスだな、うん、どうせ中止だと思っていました、ね、甘いやっちゃったんでした、うん、ね、キーさんのブログを見ていたら、うん、なんとね、え、おいこで雨天結構ライブやったんだけど、そうです、ね、え、超びっくり、ね、主催者の皆様、出演者の皆様、ライブを見に行かれた皆様、うん、大変お疲れ様でしたね、うん、それ言われてもねみたいな、でもなんか皆さんテンションは異様に高かったような ね、 そう、やっぱあの雨の中をいるってことは、うん、熱いものがなければ ね、 そうですね、いられませんね、そうですよね皆さん熱い、ね、うん、何か面白いエピソードはあったのでしょうか、うん、まあ、あの、うん、ない、あ、な、な、な、あるといえばあったけど、ね、ないといえばないっていうかね、うん、だからとにかくみんな雨に大わらわだね、そうですね、ただあの、うん、天井に水が溜まってましたけど、あれはだからワンステージごとにこう、うん、押し返してちょっと外へこう流される、溜まって落ちてきたらね、うん、大変なことになりますよね、そうですよね、うん、よくそういう姿も見たことありますからね、いやでも皆さん頑張ってました、ね、楽しんでました、それに、はい、来年は絶対お伺いします、うん、ね、そうですね、根性なしのブスカでしたごめんちゃい、うん、キャンプは根性あるのにねやんちゃって ね、はい、はい、うん、じゃあどうしましょう、じゃあ曲いきましょうか、はい、ね、はい、うん、ちょっと久々ですね、久々ですね、うん、キャンドヒート、うん、これ最近またあの私がかけてるからってわけじゃないんですけど、うん、いろんなところでね、見直されてるんですよ、あ、このいいじゃないですか、うん、じゃあ聞いてください、はい、キャンドヒートで On the road again、うん、なんかキャンドヒートもいろんな感じの曲やりますね、うん、時代をねうまくこうキャッチしてるんだよね、それでいてちゃんとブルースや、うん、曲もちゃんとうまくやってるっていうか、うん、あ、これね、これ、うん、これはまさにジョン・リフとかジョン・リーとかあのサンハウスのパターン、うん、
その声がこういう人でしょ。ノーパルノーそういう歌い方のね、あんのよ、昔あんのよ。それを彼らは真似してるんだよ。ちょっと人を舐めたような感じですけどな。うまいですね今ね。さすが。今本当にこのね、ここイヤホンから聞く音と合ってたんで、あれいきなり声が大きくなって合わせたんですすごいです、うん、中学の時こんなの聞いて歌ってるバカいなかったからこれぐらいしか、だから日本に俺しかいねえだろうなと思って俺聞いてたもんその時も、おーって歌ってる。多分俺ぐらいしか聞いてねえよ、なんかこんな風に聞いて歌ってるやつ。それが唯一の優越感っていうか。でもいたんだよ、でも。結構このアルバム売れてるわけだから。日本でも。なんでしたっけ、したらいた、やっぱりみんなそうなんだよ。で電球じゃない、何かに向かってこうやって歌ってた。そんな感じだよ。うん、いいですね。ビートルズみたいに真似しちゃって、うん、かわいい自分で言って、うん、でこういうおじさんに憧れちゃったみたいこの角刈りというか、でも本当にでもこの人この写真しかないんだけど、うん、あ、そう、目が悪そうに見えるよねやっぱりね、うん、この写真しかないんですか。あ、この写真ともう一枚あるんだけど、もう似たような感じなの。へえ。でロバート・ジョンソンも2枚か3枚しかないんだよね。ああ。その本人の写真っていうのもうレコードジャケットになってる。それで最近になって2000年過ぎてから2017、8年に1枚出てきた。うん。あの多分そうだろうって。ああ。で俺このギターに憧れてて、これ俺の持って L1 と、いや多分 L1 だと思うんだよね。うん、12リットルだから、ちょうどここがオクターブになってるわけ。目が見えないじゃん。だからポンって当たったところがオクターブだから、あのその感覚がつかみやすいわけ。それ用にってわけじゃないんだろうけど、うん、でもすごいですね、うん、あの多重音というか、多重音というか、素晴らしいよ、うん、でも感覚が優れた。じゃあこれずっとだから最後お別れだけしますか。じゃあもうフェードアウトして切っちゃっていいですか。あ、いいですよ、うん、でまたじゃあもうフェードアウトして切ります。はい、いいですね、うん、オンドローだけね、うん、おーってねびっくりした、おーっていうあの裏声で歌うね、あの感じ。だから1920年代30年あったんですよ、トミー・ジョンソンって人もそうだしね、歌い方はーロロロみたいな、ね、歌い方する人多いんですよ。うまいっていうか、だから俺はね、中学の高校1年ぐらいの時にね、こういう曲を聴いて、おーとかやってたわけ。だから、多分日本じゃ俺しかいないだろうなって思って、言ってやってたね。はい、ということでした。今の裏声ね。うん。はい、ね、ということで。大変。ね、うん、はい、またね、来週もかけちゃおうかなみたいないいですね。あ、来週ゲストさん、来週ゲストいるのでね、はい、うん、ではこのまま次のコーナーに、うん、ちょっと早いけど行っちゃいます。行、うん、っちゃい、行っちゃい、行っちゃい、お願いします。行っちゃい、行っちゃい、何ですか今日は。今日はハッピーエンド。ハッピーエンドいいですね。ハッピーエンドは同じ時代じゃなくて違う。いや、もう近いけどちょっと先輩になるのかな。うんうんうん、